この動画は阿蘇地域が有する世界農業遺産を守る取り組みの一環です。阿蘇の食材を使って料理を作ることは阿蘇の草原を守ることにもつながります。今日はアスパラのピラフを作らせていただきます。その材料はトマトとかね、コーンとかミックスミントとか入れますけど、そのものの美味しさ、材料の美味しさがうまくこうご飯に混ぜ合って美味しいピラフができると思います。はい、じゃあ最初にお米を、いちごを洗って、トマトを少しだけ切って、だいたいそのままでもいいということなんですけど、やっぱりご飯に色とかこう混ぜるために、やっぱこのくらいの大きさで入れとった方が炊き上がりも綺麗だと思います。次にコーンを入れます。コーンは 40g、ミックスリム入れます。次にバターを入れます。これちょっと切っとったらいいかな。胡椒ですね。じゃあお米といろんな材料を入れましたので、炊飯ジャーにこれを入れます。そして蓋をしてスイッチを入れます。ご飯が炊き上がるまでに、アスパラの下の硬いところだけ皮をむいておきます。じゃあラップで巻いて500ワットで1分チンします。加熱し終わったら、アスパラガスを斜めにカットし、炊き上がったご飯に混ぜ合わせて完成です。作業はこれだけ。とても手軽な調理で、阿蘇の野菜の素材の旨味がしっかりと味わえる簡単アスパラのピラフが出来上がりました。ぜひご家庭でも試してみてください。この動画は阿蘇地域が有する世界農業遺産を守る取り組みの一環です。阿蘇の食材を使って料理を作ることは阿蘇の草原を守ることにもつながります。2013年に阿蘇地域7市町村で今も続く循環型農業システムが世界農業遺産として認定されました。
1000年以上前から続く阿蘇の人たちの草原を活用した営みが世界に認められたのです。草原をこれからも守り続けるために、阿蘇の美味しい食べ物を食べてみませんか。阿蘇の農産物はふるさと納税やネットショップアソモでも購入できます。この機会に世界に認められた農業遺産としての阿蘇の食を楽しんでください。